ほんとね、ここはね、写真映えしますよね。この辺深そう。うわー、この辺深そう。今回は伊豆半島西部、ヘタの美浜岬に来たよ。砂や石などが蓄積してできた砂嘴で、海越しに見える富士山と諸口神社の鳥居はインスタ映え間違いなしだよ。伊豆の絶景、美浜岬の散策記録、ゆっくり見ていってね。行けるかな。まだ使わなくて大丈夫ですね。ダメだったらすぐにマイク使い、マイク使いますけど、今のところ大丈夫そうですね。ちょっとね、映える感じをですね、見ていただきたいと思います。よし、さあ見てくださいね、これですよ。はあ、ちょうどね、風の方向でこっちはね、あんまり風がないはずなんですよ。ねえ、見えますかね、富士山どうですか。感じで見えてるんじゃないでしょうか、ね、いいですよ ね、 この海越しの、ね、富士山ってなかなか好きなんですよね。こういうの見るのね、ちょっと荒々しいね、波うねりがすごいです。これ今でっかい波今来ましたよ。これジャバー、ね、すごい南からのね、このね、波がね、すごいですね。まあ基本的に波もね、だいたい10回に1回ぐらいは強いやつ来ますんでね。まあ穏やかな時はそんなに来ないですけど、特にこう波の高い時はね、本波があって、その、まあ地震みたいなもんですよね。本震があって余震みたいなものがあって、ね、こんな感じですんで。気をつけないとね、波に触られる可能性ありますんで。いいじゃないですか。ねえ、肌切り音とか大丈夫ですかね。ちょっとね、それなりに、まあ風はね、全く無風ってわけじゃないんで、なんかね、ちょっと肌切り音入るようであれば、マイクつけちゃいますんでね。OK ですかね、ありがとうございます。これね、水のね、色がね、ちょっと違うと思うんですけど、これはですね、淡水のね、川の水が、まあ、こう入ってくるわけですよね。まあ、どこ、川とかがあるわけですよね。その川の水ってやっぱり塩水よりは軽いわけですよね。なんで、こうやって上の方にこう浮いてくるわけです。で、それがね、こう色が違うような形になるわけでございます。ひょっとしたらね、ちょっと違うかもしれませんけどね、だいたいそんな理屈ですね。だからちょっとなんか茶色いのはね、海岸線近くでね、なんかいろいろこう砂だのなんだのそういうのをね、まあ、揉まれてるんで、ちょっと茶色くなってるのかもしれませんけどね。ね、この内海の、ね、方ね、こう穏やかな感じですよね。今日ね、こういうやっぱり海が荒れてる時はこういう内海の方にね、魚とかも入ってきてるんでしょうか。で、こっちがね、神社の方ですよ。こんな感じでもう緑してすごいですね。うっそうとなんかこう木々が茂ってる感じですね。あー、釣りしてますね。あー、結構今潮が満ちてますね。あ、これはちょっとトンボロ行ってもダメでしたね。結構今ちょっと防波堤のところにね、ちっちゃい防波堤のところに今釣りしてる人がいるんですけど、そう足元見るとね、結構上の方までね、こう水が上がってきてますんで、
これから満潮になるのかな、これから引いていくのかな、ね、だいたい6時間ぐらいずつでね、こう上がったり下がったりしますんで、結構ね、まあ、もう満潮もしくは満潮に近い状態多いですね。もう何がアジとか釣れるんですかね。なんだろうな、何が釣れるんだろう。あんまりね、なんか覗きに行くのもね、ちょっとなんかなんだこいつと思われちゃうんで。さあ、このね、鳥居ですよ。じゃあちょっとね、映えるところね、ちょっと行ってみましょうかね。ちょっとこう映え映えをね。来月には梅雨入りするから、ここ2週ぐらいが一番いいだろうね。あ、僕もねそう思ったんですよ。はい、じゃあ鳥居をねくぐりまして、ね、休みね時にこう伊豆とか来たかったんですけど、まあ、今回ね急遽一泊二日で来てるのは、今日天気が良かったからなんですよね。これからねずっと曇りが続くんで、そしたらですね、ちょっとなかなかねこう歩き回れないじゃないですか。なもんで今回もう強引に来ちゃいましたということでね、これですよ、映えのここでございますよ、ね、この感じですね。ちょっとどんな感じですかね、この感じですね。ちょっとすいません、ちょっとね写真撮らせてもらっていいですかね。ちょっとだけ画面止まりますけどね、この画面で止まるようにしておこうかなと。はい、ということでね、写真いっぱい撮らせていただきました。いいですよね、ほんとね、ここはね写真映えしますよね。ここの写真、うん、確かフォトストックにもあるいい景色よね。そうなんですよ、ほんとね、伊豆でもね、ほんと指折りのねフォトショップスポットなんですよ、ここね。ほんと綺麗ですよね、富士山とこの鳥居とね、このなんかこう断崖絶壁、このね松林と、ほんとね、すごいやっぱりこう凝縮されてますよね、いいところが。この海越しの富士山いいですね。で、内海はね こんな感じですね。ああちょっと風が当たってきちゃったな、ね、せっかくね来てますから。ここ結構風の音拾ってる。あ、これちょっとね、今こっちに逃げてきます。あ、今どんな感じですかね。今もちょっとねやっぱり当たってますね。こればかりはなんかちょっとしょうがないかもしれません。風対策って本当大変ですよ。だいぶ減った。あ、だいぶ減りました、ありがとうございます、ね、こっちこんな感じですよ。あ、ここはねちょっと風吹かなくなりました ね、湾内こんな感じで、ね、なんか気持ちいいですね。うん、ちょっとね雲が出てきてるところもありますけど、まあ本当快晴ですね。ちょっとねこっちの海沿いを歩いていってみようじゃありませんかね。なんかね以前もね歩いたような気がしますけど、よいしょ、ちょっとねここ降りて、よいしょ、ね、ちょっとねこの浜沿いなんかね波打ち際沿いをね行ってみようじゃありませんか。
ですね。こっちはね、ほんと、もう打ちつけるね、こうね、打ち寄せるね、波も穏やかで。ああ、素晴らしい。いい感じですね。のどかな感じですよ。やっぱりね、海がね、駿河湾深いんで、この辺もこのね、湾内もやっぱりどれぐらい深いんですかね、結構ドーンと深くなるのかな。これそっちのね、西側のね、外海出たらね、もうあれよあれよと深くなってきますからね。さあこんな感じでちょうどね、風の方向からしたらちょうどね、山の影になって、上はすごいのかもしれないですけど、下はね、穏やかなはずなんですよ。なんかね、小魚とか言えばね、面白いんですけど、ね、この波の音が気持ちいい。いいですね。あ、ちょっと風が出てきたかな。ねえ。まあね、風が全くない時なんてありませんからね。気圧の変化でね、必ず風は動きますんで。さあということでね、波打ち際はここまで。あ、まだ向こうにもありますけど、とりあえずここからはちょっとこう人工的なね、遊歩道に切り替わるわけです。イカちゃん夏もいつ来るの？あ、夏も行きますよ。ただ泊まれるかどうかは別なんでね、日帰りになるかもしれませんね。夏混みますからね、伊豆はやっぱりね、みんな来たがりますもんね。まあちょっと状況を見ながらですね。でも来たいですよね、やっぱりこう海見に来たいですもんね。さあということでね、こっちの防波堤の方までやってきたわけでございますね。こういうところでね、キャンプあんまりキャンプはしないんですけど、あんまりっていうか ほぼしたことがないんですけどね、こういうところでやったら楽しいんですかね、やっぱりね、お手洗いとね、あと温泉がね、近くにあればね、それでね、結構行けそうな気もしないでもないですけど。あー、ちょっと風があるかな。ちょっとね、マイクつけてみましょうか。こんな感じですよ。なんかいねえかな。ねえ、このなんか海藻がいっぱい生い茂っておりますが、入って大丈夫なのかな。特にね、何も書いてなかったんで大丈夫だとは思いますけど、こんな感じですよ。ね、このヘタあたりもね、なんかこう民宿とかね、いいところがあれば泊まってみたいですよね。この辺深そう。うわー、この辺深そう。あ、小魚いっぱいいる。もうこの辺で5メーターぐらいあるんじゃないですか。深いんじゃないですかね。ダメですね。足がつかないところ怖いですからね。あ、深い。めっちゃ深い。へえ。なんか穏やかですよ。ちょっとね、この
湾内のね真ん中辺あたりはね白波が立ってるんで、あの辺は風が強いと思うんですけど、ちょっとね風の方向もねいろいろ変わるんで、急に吹き込んできたりね、なんかもうなぎってきたり、あ今ちょっと南の方からだーっと風が吹き込んできました。まあねそりゃそうですよね、まあまあ風も吹きますよ。さあということでね、またねぐるっと回って行ってみましょうかね。やっぱりねこう歩いててねやっぱこう心が和みますよね、本当に気持ちいい。うんやっぱ海があるところはいいです ね。決してね山梨もねいいところなんですけど、ね、やっぱりね静岡さんねこの海っていうのはでかいですね。海はね広いな大きいなということで、ね、さあこのね波打ち際のこの音を聞きながら戻っていくわけですよ。ここそうですねボートに乗るっていうかですね、多分漁師さんがここ使うんですかね、あの係留してありますね船が。ここでなんかちょっとちっちゃいね小型のそういう漁船みたいなのを停泊させておくところなんですかね。あこっちに白波が来たからちょっとここから先風が吹き込んでくるかもしれません。あやっぱ来たな、風が入ってきた。うーん今ねこあの水面がね海面がこう今細かく波打ってると思いますけど、ちょっと風がこっち入ってきましたね。おにぎりと水筒を持ってこのテーブルで食事しても気分いい。あこれね僕もそう思います。なんかねちょっとあのお弁当でもね作ってねこういうところでねあのこうここにこう座ってねご飯食べるのもいいかもしれませんね。あいいじゃありませんかね、えこういうところでね、いや何も考えずに、うわー風が来た、うわー急に来た、まあ急に来たってか ある程度予測できましたけどね、これ入ってきましたよ。で奥の方がねあの白波が消えたんで今こっちに風が来てるんですね。あーでもねなんかほんとね風がねやっぱちょうどねちょっとあの涼しいぐらいの感じの風なんで気持ちいいっすよね。わーね今度ねまたなんかそういうの考えてみたいっすよね、こういうところでぼーっとするみたいな。これいいな、今時期がねやっぱ一番気持ちいいのかもしれません。これねもう少しねやっぱ暑くなってくるとやっぱこう水蒸気とかがね増えてきたって今度蒸し暑くなるんでしょうねきっとね。でもう日差しも強いんでもう暑いわ蒸すわでそんな感じなんじゃないでしょうか。これですよ、おっさんがあんま喋るのもったいないですよね、こう波打ち際のねこの音を聞きながら。夏になると虫も多いしね。そうなんですよね、虫とかね本当にもう特に蚊とかねそういうの最悪ですね。であとあれペタペタしますからね、やっぱりこう海のね風ってのはね、もうちょっとね不快指数が高くなるわけなんですけど、ね、今の時期はね本当気持ちいいと思います。もう来るなら今の時期なんじゃないですかね。あちょっとこっちのね風が入ってきましたね、ちょっと全体的に風が入ってきてる感じですね。湖面っていうか海面がすごい今細かく揺れてるんで、入ってきました。うわー来たな、風もねこう巻いてるっていうかやっぱりいろんなコース通ってきますからね。
さっきまで穏やかだったんですけど、ちょっとね、こっちの海開きすると一気に宿泊料金上がるから今のうちね。あ、もうあの宿泊するのは本当今のうちです。だからあの今のうちにこういうオフシーズンの時にね、あの泊まりに来るようにしてます。夏はねとてもじゃないけど泊まれません。うわー、風が入ってきた。音大丈夫ですかね。本当今ねだいぶ強い風入ってきてます。よし、あ、ここは結構穏やかになってきました、ね、え、またあの今ね湾の中ぐらいはね結構あの強い風吹いてますよ。細かくね波が立ってるんで、それがねどんどんこっちに来るんですよ。来るのがなんとなく分かりますね。ちょうどね今、うわね、あ、画面もうちょっと良くなるかな。450、これぐらいよく、ちょっとめちゃくちゃ画質をねちょっと上げればよかったですね。これで見えますかね。ちょうどね湖面がね細かく揺れ始めてると、だいたいぼちぼちねこっちに入ってくるぞって感じなんですよね。あー、気持ちいいですね本当にね。え、これですよね、あの特にねあのこう風の吹く方向とかね、そういうのなんですけど、まあちょっと海だとね若干波があってねうねってて分かりにくいんですけどね、あの湖とかの場合だとあのやっぱりね風下側ですね、その湖の風下側ほどあのうねりがでかくてね、やっぱり波が高くなりますんで、分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。この辺ちょっと海は分かりにくいな。でも間違いなくね東側から吹いてるんですよ。よし、ね、この前方のねあの山越してこうそこからこうこっちに向かって風が落ちてきてるような感じなんで、お、船が出てきますね。まあね、ちょっとこの防波堤のね上を歩きながら、またその富士山を見える方向ね通りながら歩いていきますんでね。あ、この辺もう白波が立ち始めてるんで、その真ん中あたりは本当風強いですよ。ここで風がぶつかってるんだ。湾内に小さい島みたいのあるのね。あ、小さい島ですか。ですね、島はないんですけど、ボートがなんか船とかですね、そういうのがなんか結構いっぱいあの浮いてます、浮いてますっていうか停泊してます。これね、ここでね風がぶつかってるんですよ。ここねすごいですね。あの海沿いの高い波がですね、もうあの波のてっぺんがねこう風でねこうなんかこう散ってるのが見えますね。ここぶつかってるんだ、なるほど。ここで波がねこう湾内で東風で押されてこう湾から出ていく波とですね、で駿河湾から来てるこの大きい波とぶつかってるんですよね。この辺はね非常に海流が悪そうですね。ねえ、なんかぶつかりまくってますね。え、この辺はね嫌な感じですね。でこれ富士山ですよ。
やこういう日はね海に出たくないですね。鳥もねちょっと飛びにくそうですね。こんな感じですね。でずっとこれね西の方にこう来て富士山の横にね富士市があって、でその横にね去ったね峠とかそういうのがあって、でもってずっとねこっちの方にね、もっと西に来るとあそこが清水ですかね。清水港がねちょっとね肉眼からは見えるんですよ。なんかねこう港のね施設がクレーンみたいなのがあるのはわかるんですけど、ちょっとねカメラだとちょっと上がりにくいかもしれませんね。でそのちょっとね西側があれが日本平ですね。あれがって言ってもちょっと上がりにくいかもしれませんけど、若干ね濃くなってるところがあって肉眼で見るとねすぐ分かります。あとはずっとね西の方に続いてるわけなんですけど、焼津とかね御前崎の方に続いていくんですが、御前崎の方はちょっと見えませんね。ちょっと低いところは見えないです。まあこんな感じでね、いやーいい散歩道ですね。もう一回富士山見ときます。よいしょね、こちらでございますよ。いやちょっとね富士山の南東側あたりはちょっと雲が湧いてきてますね。うん、すごいな。やっぱこっちはね波が高い、ね、やっぱりねあの湾こっちのねあの湾の中はもう波をね縮めてくれる、あのこう抑えてくれるものもありませんのでね。ということでね、じゃあまた次のところにね移動してみましょうかね。